まだある。母がですね、丹精を込めた朝顔がいっぱい咲いております。というところで、ぽんちゃん、まあ真っ黒なし。ぽんちゃんね。ぽんちゃん、おはよう。ジャン君もおはよう。ジャン君。おいで。あ、カメラが暗い設定になってた。さっき暗いなと思ったんだ。ジャン君の時に明るくしたってよ。あ、ジャン君。これで、はい、これやりましょう。はい、ここです。どうぞ。ジャン君、はい、ジャン君、ポンちゃんも、ポンちゃんも顔スリスリしています。ポンちゃんもおいで。ポンちゃんがスリスリ中なので、はい、いいね。ポンちゃん、ポン肌が好きだね。ポンちゃん。ああ。いいのね、ジャン君ね。あ、ポンが近づいてきたよ。今度はまたこっちかい。ふりふり。いいね、ポンちゃん。面白かわいいんですよ。ポンちゃんちょっとすごい毛が。ポンちゃん毛がいっぱい抜けるね。抜けてこっちに絡んでくれないんだよな。ストレートだからね、ポンちゃん抜けね。これさっきのシーツにいっぱいポンちゃんの毛がついた。コロコロした。あ、明日歌の日だからマスクしない。今日から今日一日マスクで過ごします。あの濡らしたマスクとかさ、湿ちょっとシュッシュしたりとか、うん、濡らしたりとかして使えるといい。涼しいし、いいよね、ポンちゃん。じゃあちょっと私もさ、もうよ。このマスクセットの中から、マスクいっぱい濡れマスク、本当に濡れマスク。あれちょっと違うか。なんかさ、これでもいいんだけど、この間もらってさ、濡れいっぱいあるね。濡れさしてさ、うん、置いとくやつ。接触冷感マスクもあるし、うん、あとなんかマスクの中に風を送れるやつを、ああったのね、それまだ使ったことないんだけど、うん、なんか部屋の中だからまだ使ったことないんだけど、どれがいいかな。あ、箱がかさばるからこれさ、しようか。それはもう寝る時じゃないの。え、そうだね。あ、寝てるね。喉のある濡れマスクはねんねしてる時に拭いとくと喉が乾燥しないよってやつ。そうなんです。そうです、そのために買ったんですよ。最近してないけど、これをさ、濡らせばいいんだよな。これを濡らしてさ、気になりまして、私、うん、この間気持ちよかったよ。これは何？確かこれも気になりマスクだけど、これは何だっけ。どうやって使うの。あ、洗い方って書いてある。もっと冷感を感じる方法。軽く濡らしてから着用するとより冷感を感じます。冷感を感じる方法だとお化け見ちゃうな。あれ、冷感じゃないんだっけ、うん、冷感って書いてあるよ。冷感はね、お化けなんだよ。ジャン君、ひんやり、洗える、耳が痛くならない。どっちでもいいです。どっちがいいですか。
どっちでもいいですって聞いてからどっちがいいですかって聞かれました。両方濡らした方がいいみたいなので、ちょっと待って、アスタンだけしまってからちょっと濡らしてくるね、ジャン君とポンちゃんがどいてくれたので、ポンちゃんお布団もしまってきます。ジャン君、さあ一日始まりますよ、スタート。なかなかの苦労をしましたが、このアニメーションが、はい、このようにですね、真っ白になっちゃうね、色が分かった、これをちょっと、ちょっとお待ちください。こんな風にしてですね、音がうるさい。あ、終わっちゃった。わかるでしょうか。こんな感じに仕上がりました。今日も木曜日はマスクデイです。なぜなら明日歌う歌うからです。猫アレルギーのパパです。そして土曜日にもライブに出ますので、明日も歌を歌った後またマスクです。コロナのためのマスクが猫アレルギー症状を抑えるためのマスクに変化しています。ワクチン2回打ったしね。あ、